シバラーマクリシュナガッタマネーには、インドのテルグ語映画で活動する俳優、映画監督、映画プロデューサー。50年以上のキャリアの中で、神話映画、ドラマ映画、社会派映画、西部劇映画、アクション映画、歴史映画など350本以上の映画に出演しており、監督、プロデューサーとして、テルグ語映画初のシネマスコープ映画、70mm フィルム、映画、 DTS 映画を制作、出演するなど同映画業界の技術革新に貢献した。2009年にパドマブーシャイ勲章を授与され、1989年からはインド国民会議党員としてロークサバー議員を務めた。クリシュナの俳優キャリアはパダンジ・マンドク、クーリー・ゴスロルー、ペルブー・プロチヒテなどの派役を演じることで始まった。1965年に 天マニスルで主役に起用され、同作の成功を受けたアードルティスパラオは次回作、カンネマニスルで引き続き、クリシュナを起用した。1966年に、テルグ五探偵映画の先駆的作品、グダチャリ116で主役を演じ、マラプラニカタ、アトハーガルコタコドル、ウンダンマボッツペディトハなどの出演した。この時期には、エススリージャンマ、ニルーブードピジ、ビシャトラクタムボム、 アッカシェルルー、マンキクタムボムなどで、スター俳優の地位を確立していた、エヌティーラーマラオやアッキネーニ・ナゲシワララオと共演している。1967年にワープの作詞に出演し、同作は多種検と映画祭で高い評価を得た。同時期に映画制作会社、パドマラーやスタジオを設立し、モサゴラクモサガズ、パンダンチコプラム、デビューチェスナマニュスフール、 アルリーイタラマ、ラジュなどの大予算映画を制作した。また、妻ビジャーやニルマラと共同で新たな映画制作会社ビジャヤ・クリシュナムービーズを設立し、デビドスなどの批評家から高い評価を得る作品を制作している。1971年に制作したインド式西部劇を確立したモサゴラクモサガズやアルドメナルドゥは高い人気を集めた。しかし、 アルリーイタラマ、ラジュ製作員後は14作品連続で工業的な失敗を記録している。1972年に出演したパンダンチ・コプラムはナショナルフィルムアワード最優秀テルグ後、長編映画賞を受賞している。1976年に多額の製作費を投じたパージ・ポンタルが公開された。農業問題を題材にした同作はクリッシュな作品として 数年振りのヒットを記録した。続けて制作したラジャー・ロジェス・アリー・ビラス・コーヒークラブも工業的成功を収め、ラマ・ラジア・アームル・ーレイク・サポッサムは平均的な工業収入を記録した。この他にコレティ・コ・プラム、ビリー・ドンガル、ディブジ・ジェリカドゥに出演し、コレティ・コ・プラム、ビリー・ドンガルは高い評価を受けヒットを記録したものの、ディブジ・ジェリカドゥは工業的に失敗している。 1976年に神話映画クルクシュトラムの制作を発表したが、同時期に女子史的映画ダーナベラ・ソーラ・カルナを制作していたラーマラオと競合することになった。両作は翌1977年に公開され、共に工業的な成功を収めた。1978年から1986年にかけてアンナ・ダムラ・サール、クマラ・ラジャー。 エージェントゴピ、インドラデナス、アラリー・ブルドゥなどに出演し、いずれもヒットを記録した。1979年には、バイア・ラバリ・カヤールマンディガン・デリュー、ヘマ、ヘミルー、コタ・アラ・デュー、バーエ・ピラム・ブルドゥに出演して、ヒットを記録している。1980年に、シュリ・デビト、ガレーナ・ドンガ、マウマ・リュー・ラ・サール、チャトウ・アラナール・ジャグラサ、ラム・ロバート・リヒムで共演し、 彼女とのコンビネーションは人気を集めた。1981年に出演したオーリキ・モナガーズはクリシュナにとって最大のヒットを記録した。1982年にバンガール、ブフォミ、パドポンタルに出演し、同年に映画スタジオのオーナーとなり、エーナーズを制作した。彼はマンダードグー、キラコチガーズ、オディビシンハル、サクティ、プロジェロジアムを制作し、 これらの作品がヒットしたことで、彼の名声がさらに高まった。1984年も、イダル・ドンガル、バンガール・カープラム、ムーキュマンスリー、カンチュ・カーガダなどのヒット作を制作し、1985年に、クリシュナのキャリアは最盛期を迎えた。彼は、アグニー・パルビタン、パルナティ・シミム、ベージ・ラダムに出演して工業的な成功を収め、この他にも、セルカンドラ、 パッチャニコプラム、マハサー・アングラマムに出演し、ソーバーブと共演した。1986年初頭に出演した、クリーショナガーラディー、ブロミストラムは、工業的に失敗し、同年に、シンハソノム、シャンクレバムで監督デビューを果たした。コルードライヤーは、クリーショナのキャリアの中で最大のヒット作の一つとなり、多くの工業成績を塗り替えた。また、 ナアピルーペプラブホニアヌムでは、テルクデサム島の制作を風刺し、同党の支持者や指導者による上映反対運動が起きた。結果的に反対運動が話題を呼び、映画は工業的な成功を収めた。1988年の出演作品は工業的に振るわなかったが、1989年には、コズクジデナコプラム、サーハサメーナーオーピリ、グダチャリ117、 グウンダロジアムで工業的な成功を収めた。1990年に制作したナガストラム、アンナ・サミュディウはいずれも平均的な工業収入を記録した。1992年にレイクサ・ソルパナムを制作後、クリシュナはキャリアの中で最も長期にわたる休業期間に入った。1993年にはパッチャにサンサーラムに出演して成功を収め、 その後も、ナンバーワン、アンマ・ドンガーでヒットを記録している。2004年には、テルグ5映画、サンパンギをリメイクした、ヒンディ5映画、一クハイトゥンセを監督し、ディノムレア、ビパシャバスーを主要キャストに起用している。2012年12月に年齢と健康問題を理由に映画活動、政治活動からの引退を発表した。ありがとうございます。